学生飛び出し中。大丈夫や。今日はシャッターが閉まってる。そしてこの安全バーが。焦るなよ、学生たち。焦るんじゃない。ちょっと早めに起きろ。5分寝ても変わらんって。ああ、ギリで飛び出そうとするからこういう危ないことが起きるわけでしょ。いや、違うと思うで、これ車に対して言ってるの。どんだけ早く帰りたいの。ね、学校からお前飛び出し。そういうことだよ。なんなの。だらだらと喋りやがって。いや、頭にはいいかなと思って。ああ、こんなこと。トークもね。うん。バスで移動48時間の旅の動画を上げたんですけど、48時間では東京であった漫才博覧会というイベントがあって、それのためにあんなことしたんですよ。行ってたんですよ。この大ニキビができてね、治らなかった、あの動画がなんとアップされておりますので、動画説明欄から、チェックしてください。たくさんの告知やったな。そんな君にはこれあげよう。お、北海道ジンギスカンキャラメル、ありがとう。